注意。この動画は、とあるラノベ作家となろう作家が、商標登録をしようとした事件を語るものです。私はこの動画の原型を、メインチャンネルで投稿したのですが、ようつべくんの AI くんに、をセンシティブなものと判定されました。なのでこの動画では三国人氏、高山リズ氏が、起源主張、商標登録したワードを、第一期茶番劇、と置き換えさせて P 音を入れさせていただきます。どういったワードが問題で、この騒動が起きたのかは、異世界薬局大好き、で検索してください。以上です。本編をどうぞ。このメニュー。ゆっくり茶番劇、で商標登録の件が、問題として上がってきたので、近年の類似事例である、の案件。それに伴う、異世界薬局、の作者である高山リズ氏について再評価しよう。ちょうど、2022年7月から、異世界薬局のアニメが放映されるからね。コミカライズ書いてる人とか、作品が好きな人たちとか、アニメスタッフ、声優陣には悪いけど、個人的な結論からいけば、ゆずはしの精神的同類という印象を抱いてます。最初に、道について、軽く説明しましょう。ホールドが意味するものは、おセンシティブなものだから、詳しい説明は省くとして、2009年10月3日に、ネットミームとしての起源が出てきたのではないかと言われているね。それから2020年3月8日、ライトノベル作家の三国人氏が、大の起源を主張し始める。うわ。で、さらに三国人氏に対して、別に起源主張をした D 氏が登場。D 氏の主な主張としては、とても辛い。お腹痛い。僕のものじゃなくていいけど、あなたのものではないはずです。じゃあ撤回お願いします。スラングやミームはチューブラリンなままネットの海に返しましょう。他にも D 氏はいい意味での、紳士、であったことが発掘されたため、ネットの検証税が皆味方についた。ただ2年経った今にして思えば、ネットミームとして誰かが管理せず、放置するのが一番いいことだというのが、D 氏が共感を得た理由だろうか。実は、D 氏が、の起源を書き込んだ人かは、わからないのよね。一つ言えるのは、変態紳士として、多くの人々が三国人氏が D 氏に敗北したということだけではあったが、今回の本題は、ゆっくり茶番劇との比較なので、三国人氏は正直どうでもいいです。今回問題にするのは、シュバってきた異世界薬局の作者の高山リズ氏の方なのですよね。高山リズ氏は、三国氏と D 氏の間に突っ込んできて勝手に炎上したのですが、あくまで個人的見解ですが、ゆっくり茶番劇にも関係する。それもゆずはと解釈できることを言っている。デジタルタトゥーね。そのデジタルタトゥーを読み上げていこうと思う。商標取るべきだったのでは。アニマルビデオでも使われているし、どう考えても商標取れたはず。ガイアですが、なんとかマネタイズしていただきたい。うわ。公言した上で、をタイトルにしていくしかない。では、誰かが嘘をついていることになりますね。もともと、三国先生とは数年前から相互フォロー関係ですので、作家だからとか関係なくシュバッときますね。まあ、でも、証拠もありませんし。せやね、自白のみです。書き込みを立証するのは難しいですね。私は、九段の問題を事前発生したとものと思っていたので、当時の状況を知りません。用語も何も状況を見て判断するしかないです。私は両者に証拠を求めています。なるほど。状況的には証拠になりそうです。最悪の対応を取ったことを深く謝罪します。三国仁先生のソースのない情報を拡散し、もう懐疑的かつ無礼な態度を取って証拠を求めたことでに対して謝罪します。マネタイズについては謝罪しません。ゆっくり茶番劇最高！もうめちゃくちゃだよ。ではちょっとクールダウンも込めて、削除対策アイキャッチです。商標取るべきだったのでは。商標取るべきだったのでは。商標取るべきだったのでは。
改めて異世界薬局の人が、ゆっくり茶番劇騒動に残るデジタルタブーを残した件を見ていく。マネタイズとか言っちゃってるよ。当時のネット界隈の流れとしては、D氏と三国氏の起源バトルという体裁だったわけだが、実派三国氏、自分からは商標登録だとか、マネタイズだとか言ってないんだよね。D氏としてはむしろネットミームとしての解放で、みんなで楽しく使ってほしいという立ち位置だった。だからこそ、D氏に味方する人が増えていった。この異世界薬局の人は、飛び火したのではなくて、商標登録、マネタイズ、を主張したのがまずいと思う。そういう発想があった、ということでしょうね。で、異世界薬局の人は、一応は謝罪しているが、実派、マネタイズ提案については、一切謝罪していない。あくまで三国志と D 氏のいさかいに介入してきたことに対して、謝罪しているのであって、というネットミームを商標登録することを提案したことには何も謝罪していない。そこを問題だと思っていないということかしら？そこはわからない。ただこの人は野間猫騒動やゆっくり茶番劇のように、ネットミームをみんなで共有する、ということを奪おうとしたことには、この時は謝罪していないからね。事故を起こして土下座はしたけど、ずさんな管理やコストカットは、謝らなかった人を思い出すわね。だから、ゆっくり茶番劇の事件に対して、異世界薬局の人が思い起こされる向きも、少なからずあると思う。デジタルタトゥーって怖いわね。というところですね。周知しておきたい事実でした。はい。まあ、ゆっくり茶番劇の件が出てきて、で、もう、D 氏と、三国先生と、異世界薬局の人との問題について、ちょっともう一度、蒸し返すようなことをしてみました。まあ、これ、D 氏と、三国先生が、バトルしてたってんじゃなくて、起源バトルじゃないんですよね。商標登録の問題として引きずり出されてるってことだと思うんですよね。まあ、D 氏としてはもうずっとネットミームに返しましょう。まあ、皆さんのもので、みんなのものですよ。みんな楽しみましょうよっていうスタンスだったのに、もう、まあ、ここでもう商標登録、マネタイズとか言い出したのが、もう、高山リズ先生なので、もう、高山リズ先生、そう、角川はもうさんはブチ切れてるようだけど、うん、それでももう俺は思うよ、うん、ゆずはさんと異世界局の先生、まあコミカライズの人とアニメスタッフと声優陣と、まあそういった関係者の人たちにはすごく同情するけど、まあなんでこうもう間が悪いってのはあるけど、でもさ高山律先生さ、マネタイズの件は謝ってないでしょ、うん、今からでもいいからさ、ちゃんと謝った方がいいんじゃねえのかな、まあ、ちゃんと言及した方がいいんじゃねえのかな、うん、まあ、お前が言うなって言われるかもしれないし、なんか止められてるのかもしれないけど、うん、まあ、そう、何が問題になるかも分かってないからね、うん、D 氏が危険だどうかっていうのは、実はどうでもよくて、あの人はちゃんとネットミームを返しましょうって、みんなで楽しみましょうっていう、そういうクリエイターの視点から言ってるんだけど、まあ、こう、ユーザーさんと同じようなことやってるっていうのは、そういうことがあるからね。作品としては好きだけど作者は嫌いっていう意見も見ますね、異世界薬局については。まあ、正直なところそれでいいんじゃないですかね。まあ、別に作品見るなってことは言いません。まあ、事実を陳列しただけです。僕は見ません。はい。まあ草川監督もちょっと苦手な人なので、うん、正直に言っちゃうと、うん、以上です。まあ異世界薬局見たければ見ればいいんじゃないですかね。まあ、僕はもうこの人もゆっくり茶番劇を奪おうとした人と同じだと思ってるんで、はい。っていうことです。一緒です。野間猫問題ってのもあるし、そっちは多分別の人が、なんか振り返りどういうかやるんじゃないですかね。はい。いや、以上です。